はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファフィーと申します。今日もフォールアウト4続きをやっていきたいと思います。今回というか前回結構また前回まあちょっと観光旅行みたいな感じだったんですけど、まあダンスと一緒にですね、ついに以前ね、なんだっけ、ケロッグを倒した直後に平原砦から出た時にこう見えたでっかい飛空船ですね、BOS の移動本拠地みたいな感じなんですけどね、まあ、本拠地ではないけど、まあ、移動要塞みたいな感じですよね。まあ、なかなかどでかかったですけど、まあ、その中を見て歩きましたが、今回はその、まあ、プリトゥエンが、なんていうんですか、ついてる、ボストン空港のそばにある、ストロング砦かな、こちらの方に住み着いてる、ミュータントを一掃してこいっていう任務ですね。まあ、BOS の本体から受ける任務としては初めてなんで、まあ、ちょっと BOS らしくパワーアーマー着ていこうかなと思います。で、ガトレザーですねを持ってきたので、あ、ちょっと前回はねまさかの邪魔が入ったので、ここでちょっとお片付けをしてはいったんですが、まあ多少いじってもいいんですけど、まあそんなに変わんないからいいでしょう。このまま行きましょうか。では、もう一回プリドゥエンに戻りましょうね。プリドゥエンに戻ります。武装ヘリのベルチバードに乗ると。このストロング砦でですね、すぐそこに見えてましたけど。まあでも本当にすごいですよね。確かね、このプリドゥエンの真上から真下のに、まあ BOS の部隊がいるんですけど、そこを狙って狙撃するとかも確かできた気がしますね。まあすごいですよ、本当にこのゲームは。よし、じゃあ、乗っていきますか。では、なんか微妙な時間だね。まあいいか。突撃だ。かっこよく飛ぶことほどいいものはない。意外と子供っぽいね。ケーキは全て無事大丈夫？ああ、びっくりした。落ちたのかと思った。ああ、なるほど。パージされてっていうことか。よし、こう。反対が見れないのがちょっと残念ですけどね。ふう。暗いな。時間間違えたね、絶対。ちょっと休憩すればよかった。この辺りもね、また行きましょうね。この辺りもちょっと敵が強いエリアなんですけど、なかなか面白い場所でもあるんで。はい、出ましたね。スーパーミュータントベヘモスを倒す、ストロング砦を確保する。オッケー、いますね。あれがベヘモスですね。難しい。どういうぞ。石が、投石が当たってんのか。まだ下には味方はいないのか。逆にこれ狙わない方がいいような気がしてきたな。削れね。どうだ、真っ赤になってますけど、一応ずっと撃てるのかこれ。硬いね。いいぞいいぞ、寄せろ寄せろ、もっと寄せろ。そろそろ落ちそうで怖いな。もうちょっとか。今足をやられてるっぽいですね。オッケー、ベヒモス倒しました。第一目標撃破。オッケー。ん、なぜ離れる。どこだ。ん、着陸か。ほらほら、ちょっと降りよう。よいしょ。
オッケー。ああ、やっぱりでも結構違いますね。強っ。オッケー。いいね、伝説がいた。うわ、勝て。ほらほら、ほれほれ。いや、向こうも強い。痛い痛い。ダースやれ。よしよし、惜しかった。アサシンか。なんだディサイプル、あ、ディサイプルっつうのか。これも DLC のやつなんですよね。うわ、めちゃくちゃ死にそうじゃん。ちょっとやばいね。思ったより食らってた。強いね。たまにはご飯も食べとくか。あ、またやっちゃった。ナイス。ストロング砦での確保。オッケーオッケー。地表の敵は全て倒したってことかな。ベヒモスどこにいるんでしょうか。ちょっと久しぶりに。あ、いたいた。でっけえ。なんかちょっと卑猥に見えんぞそれ。ベヒモスはね、これがちょっと可愛いんで好きなんですよ。あのスーパーのあのカゴ持ってるんですよね。あのついて子供とか乗せれるやつですね。結構好き。じゃあ行きましょう。いや、でもなかなか強いですね。というか、また半畜の、そうだね、ガトレザー使うとこれが欠点なんですよね。とにかくあの変な中途半端なフュージョンコアが生まれやすくって。ただそうですね、燃料の量としては、弾の量としては結構優秀だと思いますね。現れたぜ。ほら来たぞ。はい、終わり。強いね、やっぱり。ほらほら、こんにちは。人間よ、遊ぶ。おうよ、 BOS だぞ。 BOS です。全くこうステルスもクソもないっていうのもやっぱり面白いのは面白いですよね。あ、こっちじゃなかった。戻せか。 OK、 やった。はい、あ、一周して戻ってきた。おーい、こんにちは。はい、ほらほら出てこい。ちょっと待って、ダンス邪魔。痛い痛い。オッケー、一体倒した。やっぱり破壊するね。ダメージはそうでもないんですけど。はい、終わり。いいね、こういうのもいいですね。っていうか強いね。あの一撃はね、やっぱりそんなに強いっていう感じしないですけど、あっという間解けるっていうのはやっぱあのスキルちょっと必要な感じはしますね。誰も足を、さあ、お掃除終わったかな。ちょっと重てんだなこれ。ダンスごめん。
ちょっと持っててくれるか。他にはコンバットアーマーとかいらない。メタルもいらない。こんなもんか。 OK。 さてと、じゃあこれで下に降りるのか。よし、行くぜ。ちょっと体力が減っているね。パワーアーマーはですね、最もちょっとユニークなんで、またね、X01 使ってるんで、それを使うときにはね、またちょっと、どんなものがあるかっていうのをお見せできたらなぁとは思うんですけど、結構ね、派手な改造してるんで、塗装とか変えたいんだけどな。ここはいないね、人が。はい、こんにちは。採掘ですか。こんにちは、来たよ。ほい、やめたげな。吠えれねえだろ。あ、なんかあれですね、放射能ダメージが入ってますね。おい、誰かいる？いるよ。当たるのかこれ。あっという間だ。あっちあっち。おめえ何つうもの持ってんすか。終わった。いや強いね。私が撃つ。まだ奥か。こっち側、あそこにまだいるってことか。倒そう。ほらほら来たぞ。物音。ほらほら、遊ぼう遊ぼう。ほらほら。ほれほれ。OK。これで、武器庫の確保ができましたね。ちょっと武器庫見に行ってみますか。よいしょ。割とね、こう動くのにはね、重そうな感じしないですよね。ちょっと宇宙服みたいな感じで。わかります？ヌカランチャーの弾頭だらけっていう感じです。ここです。これが全部入ってますね。これが中身だと思います。すげえぞ。ここは。爆発したら大変なことになるだろうね。ダンスどこ行った？あれ？おかしいな。ダンスどこ？ここか。どうした？なんで戻った？おい。パラディンダンス。この場所を見ろ。お前も私と同じようにミュータントどもを憎むべきだ。なんで？なぜそんなにスーパーミュータントを憎む？私の親友は奴らのせいで死んだ。BOS の同志でカトラという名のナイトだった。奴らが憎いかどうかと聞くなら言ってやる。憎悪という言葉すら生ぬるいと。人類というのは後先も見ずに一歩踏み出しては結局二歩後退する羽目になるものだ。あの化け物どもはそれを表すもう一つの例に過ぎない。この狂気の沙汰に終止符を打つために何年も戦い続けているが、我々が優勢になりつつあるちょうどその時、人造人間が現れたのだ。私はスーパーミュータントが人々にしてきたことを見てきた。仮にもし人造人間どもが優勢になることがあれば、何をしでかすかお前に想像できるか。
最終戦争だよ。また繰り返されるのだ。何を大切に思っていようと一切が終わる。おそらくは。いや、うんざりさせるつもりはなかった。言葉を盛りすぎたな。ただ私はこの任務の大切さをお前に分かってもらいたかっただけだ。まあパラディンダンスはそうなんですよね。まあだからまあ思いがあってやってるとか、ね、謝ることはない。おかげで今こうしている理由を思い出せた。ありがとう。どうしよう。私の助言を受け入れてくれたことが分かって嬉しいよ。いずれにせよもう十分だな。今大切なのはお前が務めを果たし核弾頭の安全を確保したということだ。まあそうだね。リベレンに戻ってマクソンと話すべきだ。一刻も早くお前の報告を聞きたいだろう。解散だ。え、解散なの？ちょっと待って。ダンさん、任務を続ける準備はできたか？準備完了だ、うん、了解した。あ、びっくりした。行かないでよ。俺のものを持ってんだからお前はよ。ちょっと見に行こうよ。よいしょ。なんだか今のはやたら思いっきり飛び降りましたね。来た来た。これですね。これがヌカニューク。あ、ヌカニュークじゃない、ミニヌカじゃない、ミニニューク。まあ、小さい核弾頭ってやつですね。これはランチャーの核弾頭から、あ、てか、ランチャーから撃ち出すんですよね。危ねえよな、でもこれ。本当に。ずっとこのまま保管されてたのもすごいですけどね。この機材は何らかの理由でここにある。その理由を探ってみよう。ダンス、待って待って。写真撮ろうぜ。この辺がいいか。ぐらい？どうかな？いまいちだね。ダース、おいで。隣に来てほしいな。ダース、取らしてくんねえな。まあいいか。ちょっと。ちょっとなんか違う感じもするけど、こんなもん。結構ね、でもこう割と間で意識はするんですけどね。だいたいこう本当に割とまとめて私サムネイル作るんですよね。まあ設定の関係とかもあって続けてやりたいので結構まとめてやっちゃうんで、その頃にはね忘れて適当にあ、この話ならこの辺かなみたいな感じで。ちょっと映りが悪いけどいいやみたいな感じでやっちゃうんですけどね。この辺はやっぱりもう気がつけば結構な時間を動画作るっていう、作るんじゃないな、アップロードしてるんですけど未だになれませんね。まあまんまなんですけどね。私は好き勝手遊んでるだけですからね。本当わざわざ見ていただいてありがとうございます。いやでも本当強かったですね。思った以上に強かった。スキル振ってないのでやっぱりちょっと威力的には寂しいものがあるなって思ってたんですけど、全然十分すぎる火力ですね。あと何ていうんですかね、前進するだけで人が溶けるっていうのはやべえですね。やっぱり強い強い。あと当然ですけど、あれもね高いので、ラット耐性もね、ラット耐性が今1050ですね。物理耐性が1160の、エネルギー耐性が830です。5っていうのは何だっけ、なんかスキル本で手に入れた毒耐性ですね、水のマークは。まあ、また来ましょうかね、この辺りはね。ちょっとさすがにこれ重たいや。ダンス乗らねえな。今一瞬来たか。あ、来たね。オッケーオッケー。まあこんな感じで大体こう突然現れるはずなので、オッケーオッケー。まあこのパワーマー着てこうゴリゴリに押しながらこう制圧していくのっていうのもまた面白いですよね。これなんだ、
陸軍が今朝 M42 の第一陣を派遣したと聞いた。うん。スペックを書類で読んだことしかなかったから、バートラム上等兵と一緒に先にこっそり見てきた。インテリどもが携帯式核ランチャーを設計してると聞いたときはバカだと思ったが、実際に開発に成功するとは。それで実物を目の前で見てきたわけだが、あれのおかげでこの戦争は我々に有利になるとさえ思う。つまりあれに乗ってアンカレッジに攻め込んだ時の敵の顔を想像できるか。何が起こったかもわからないだろう。ああ、これはここはあれなんですね。だからそのなんていうんですかね、開発をしていた場所なんでしょうね、そのヌカランチャーですね。まあなんかこうすっごいこうめちゃめちゃいい加減な兵器だと思うんですけどね。まあその爆発のこう範囲とかも一応計算はされてるんでしょうが、危ないことこの上ない武器ではあるんですが、下手国とあの味方が一発で全滅しますからね。あの言ってましたけどね、あの足元に撃ったら大変なことになるよって言ってましたけど。よし、降りようか。降りようかじゃねえわ。じゃあエルダーマクソンに報告に行きましょう。どうしようか。ちょっと一旦このゴミを片付けましょうか。今日はでもパワーアーマー使ってもいいかな。意外と面白いですね。意外とって言っちゃいけねえわ。意外とっていうことはないな。通り行って、ちょっと片付けしますね。これね、フュージョンコアちゃんと抜いとかないとね、ほらこんなになるんですよ。中途半端にこう使ったやつがポロ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 出てきちゃうんでね。一応全部預けちゃったのかな。返してもらってるかな。ここにちょっとしまいましょう。使わないやつね。これいらないよね。で、アサシン、グールスレイヤー。この辺りはでも、あの、味方のコンパニオンとかに装備させるのにはなかなかいい分だと思うので。240、まだ重たいね。ちょっとダンス、どこかな。あ、いたいた。ダンスごめん、ちょっと返してもらおう。おい、待つ。あ、びっくりした。おい、ね、なんか取っちゃいけないものを取った気がするよ。かぶっときな、それ似合うよ。ちょっとバラしますね。オッケー。何にも考えずにやっぱバラせるのはありがたいな。まあこの辺はね、ガンナットとか取ったからですよね。まあそう思うとね、あのもう確かにガンナットとかでバリバリ使うタイミングってそんなにないんですけど、まあそれでもやっぱり、まああの後の作業の楽さを考えるとやっぱ意味はあるのかなと思いますね。ただやっぱり特にレベル50までって結構取りたいスキルがたくさんあるから悩みどこではあるんですよね、正直。あ、まあでもパワーマー切るんならあんまり関係ないじゃないのか。少し置いていこうかね。ちょっと待ってくださいね。せっかくあれで行くんなら割とゴリゴリいける武器が欲しいな。
これもね、ガトレザみたいな感じで、まあすごい勢いでフュージョンセル減りますけどね、ある意味こうガトレザより強力な部分ありますね。ガウスはちょっと置いていこうか。これは置いとく。なんだっけ、これを持っとこう。で、他には、あー、まあ武器は持っとくかね。なんかなんでこんなに重たいんだろう。お肉とか結構ね、時々こういう風にこう なんでこんな重いのっていう時あるんですけど、もうジャンクはねもう閉まったんですけどね。うん、すいませんね、喉がガラガラだ。血液パック260、いや、まだ重いぞ。ああ、まあこの辺はあるか。ちょっと待てよ、ジャンク昔閉まって240でしょ、ちょっと重すぎるな。なんだなんだ、何が重たいの。あ、ちなみに どのくらいの重さ。うわー、重て、40キロ。これだ、間違いない、これだわ、重たいのはこれですね。分かった分かった。フュージョンコア、今これか。これだったか。これはめとくかね。半蓄かね、バンバン出るね。まあまあ、でももうフュージョンコア普通に売ってるんでね、買ってもいいんですけどね。よし、準備万端とはこういうこと。あれ待って、パワーマステーションがなくなってるんだけど、ちょっと待ってよ、すいませんね、いろいろやってすいません。あれ僕のパワーマステーションは、まあいっか、もう一個作るか。専用でこんな感じでね、強化できるんですよ。あ、これ上がるほどあれかな、ちょっと BOS のやつだと特殊なのかな。あー、いや普通だね。だ、本当はこの辺りとかの方がイメージ強いんですよね。私は爆発防護とかが好きでよくつけるんですけど、このうざい、ボルトボーイのヘッドランプつけてみるか。これめちゃくちゃうざいんですよ。あとはね、ターゲット HUD、 これも悪くないね。胴体はジェットパックはね、またお見せします。これめちゃくちゃ楽しいんで。ああ、投薬ポンプ、コアッセンブリー、コアッセンブリーをつけよう。わあ、上がった上がった、ね、モデルを F にします。まあ、今もうね、資材がかなり潤沢にあるので多分デザイン変わんないんじゃないかな。左腕、腕はね、あんまりこんな感じで近接武器用のスキルが必要になりますね。なのでこれはグレードアップだけしましょう。これはどこ、左足、足はね結構ある。衝撃補正の総重量補正も面白いし、あとはね、キネティックサーボか、これもいいですよね。まあ本当お金があるからできるんですけどね、こんなのね。右腕もモデル F に変えるだけ。結構強化されてます、ひょっとして。あ、強くなるね、かなり。で、反対はキネティックさっきやりましたから、オーバードライブ、ダッシュ時
どうしようかな。アクションポイントダッシュ、まあそんなにダッシュすることないと思う。衝撃補正つけとくか。まあこれでかなり強化されましたね。 60B が全部 60F になったんですけど、見た目は変わってないかな。単純に装甲がパワーアップしたって思ってもらったらいいですかね。よし乗ろう。よし、じゃあ今日はこれに乗って、もう残り30分ですけどね、行きますか。よし、ダンス行こう。あ、これターゲッティング HUD か。敵視はなくてもこうやって見えるんだ。あ、見えるんだね、人が。面白いね。あそういう意味、あのレーダーにハイライトされるのかと思いました。あ、すごいなこれ、ハイテクだ。まあ行きましょう。脱線しすぎ。ちょっと待って、一応増やしたけどどれくらい。あー、だいぶ増えましたね。422はかなりモテてる。よしよし、じゃあ、パーマを着て、プリズンに戻りましょう。ちょっとあの、なんていうんですかね、あの表示はフォールアウト4は、あの、はい、ちょっと 目に優しくないな。はい、怖い。もちろんだよ。どんな話。ありがとう。これは堅苦しい話し合いなどではなく、すいませんね。ただわだかまりを解きたいだけだ。はい。お互い出会った時の第一印象が悪かったみたいだ。それについて、まあ、そんなに思ってないけど、軍人なら当然なんじゃない。訓練を受けていない状態で BOS の道徳規範を強要させたのは不公平だった。え、いいよ。今順応できているのを見るとそこまで強く当たる必要はなかった。まあ、もともと軍人の人ですからね。うん、ありがとう。人の心も持ってるんだなってすごいな。のことだ。イニシエイトの頃、パラディン・クリークに指示していた。今までで一番厳しい隊長だった。目に優しくない。クリーク隊長、すいませんね。理想的な兵士だった。訓練兵が目指していたもの全てを体現していた。恐ろしいほど忠実で、揺るぎない信念を持ち、うん、極端と言えるほど勇敢だった。隊長の部隊に配属された瞬間から自分一人だけが違う扱いを受けた。ああ、兵士よりも厳しくされたようで。それはやっぱ期待されてたんじゃないかな。共に戦い、幾度か危ない時もあった。だけど隊長がなぜあのように私だけに厳しくしていたのかは教えてくれなかった。うん。励ましていた。やる気を起こさせようとしたように聞こえる。そうだとしても。そのことを聞く機会がなかった。パラディンに昇進し、自分の部隊に移ってから、クリーグ隊長がアダムス空軍基地に残されたという報を受けた。この訃報は腹を蹴られるぐらい衝撃的だった。兄弟を亡くしたことはあったが、隊長の死は相当こたえた。気づくのに時間がかかったが、クリーグ隊長が厳しかったのは、うん、私が君に対してそうであるのと同じ理由なんだ。君を信じている。そしてその可能性を一辺たりとも無駄にしたくはない。ありがとう、光栄に思うよ。そこまで信頼してくれるなんて光栄に思う。信頼は、ああ、ちょっと聞いてみたかったですね。これで言いたいことは言った。君にとって意味のある内容であったことを願う。この話は内密にしておいてくれると信じている。ああ、分かったよ。情報には個人的な内容のものも含まれていた。だからできればそのまま個人的なものにしておきたい。分かった、分かったけどちょっと気持ち悪いから HUD 切ってきます。これ敵がいる場面ではめちゃめちゃ便利だと思うんですけど、これはきついね。あの特に人が多い場所では、これダイヤモンドシティとかでこれに乗ってたらもう地獄のような苦しさだと思いますね。エルダマックスも待ってますけど、ちょっとメインデッキに戻って、ちょっとあのステーションがあるんで、あそこで外しましょう。あのモッドを別のに変えることはできなくても、あのおそらく外すことは可能だと思うので、気がつけば結構な量のフュージョンコア持ってますね。
3番が僕のだっけ、ベイさん、ここが私のベイですね。よし、じゃあここでクラフトで、このヘルメットのターゲッティング HUD を他のものにはまあ変えられないよね。その他もちろんなし。OK。これでいいでしょう。では、乗ります。もう一個なんかね、派手に動けるものやりたいですね、これで。せっかくなんでね。割と今までこう、ダンス喜びまくりだな、ほんと。大体この手の分っていうのは対策されてた気がするんですけどね、やっぱ好感度上げって、効率的にやっちゃうとね、その、あんまり望ましいことではなかったんだと思うので、マクレディとか結構対策されてた気がするんですけど、来たよ、マクソン、やったぜ。見事であった兵士。いいえ、ストロング通りでのその後を聞いてみますか。パラディンダンスがプリドゥエンへの弾頭の移送を指揮している。我らの貯蔵武器にさらに磨きをかけてくれるだろう。また彼の地を占領するようすでに派兵を命じておいた。兵団の集結区域とし、空港の東側の守りを固めるのが狙いだ。なるほど。言えば君のおかげで極めて貴重な土地を得られたよ。いいじゃん。まあ、そしてまあそうだけどね、まあ、BOS のため BOS のために戦えて光栄だ。そう思ってくれて何よりだ。我らの務めはまだ始まったばかりだからな。インスティチュートを屈服させるためなら、使える武器は何でも使わねばならん。我が兵士には最良のものを支給したい。故に、これを君に託そう。シグナルグレネードを使えば、空の足が必要になった時に、これはね、地点にベルチバードを呼べるのだ。ただ地面に投げるだけで、いいですよ。放たれた電磁気スモークをベルチバードが捕捉する。乗り込んだら、ピップボーイのマップをパイロットの航行システムとリンクさせたまえ。そうすれば、どこへでも必要な場所に連れて行ってくれるだろう。ありがとう。ありがとう、エルダー。大切に使わせてもらうよ。君ならきっと役立ててくれるだろう。ところで、君も気づいていると思うが、ストロングトリデは連邦解放につながる最初の一歩に過ぎない。うん。二人はさらに大きな任務が待ち構えている。そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちによれば、この数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を指し示している。この情報が明るみに出たその瞬間、我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。インスティチュートおよび人造人間誕生の原因となった全ての者たちを、うわー、出たね。いかなる犠牲を払ってもだ。目的を果たすにはインスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには慎重を期しつつ連邦中を調査させていたが、全ては無駄足に終わっていた。まあそういう意味でも、なんていうんですかね、主人公もやっぱりショーに会うためにインスティチュートの場所を知りたいっていうのが今の目的ですからね。うん、まあ何でも言ってくれ。できることなら何でもする。地上に出て我らの目と耳になってもらいたい。私に会う前から君はインスティチュートを見つけ出すことに強い関心を寄せていたようだ。そんな君なら正しく当たりをつけてくれることと信じている。侵入場所を発見したら直ちに私に知らせてくれたまえ。何か質問はあるかね、ナイトよ。うん、提案もある。次はどこを見ればいい？何か提案は？ドクターアマリに関する手がかりをこちらに。こう知ってるんだね。狂気じみた人間か、純粋に調査の助けとなってくれるものかは定かではない。ただこちらの情報源によれば、何やら一風変わった。ドクター周りはあれですね、脳みそ持っていこうって言ってた、ニックが言ってたとこですね。メモリ店の人です。パラディンダンスの偵察チームはそのエネルギー数値について何を発見したんだ？異常な高振動数から見てインスティチュートのテクノロジーによるものだとスクライブたちは確信している。だがその発信元は不明だ。まだ時々検出できてはいるが、調査隊を派遣する頃には消え失せているのだ。気をつけてくれ。エネルギーの出所がインスティチュートの持つ何らかの兵器であっても驚きはしない。うん、他に何かあるか？うん、いいよ。戦争前のもので、インスティチュートに関して何か助けになりそうな記録はないのか？記録によれば、インスティチュートは戦前の教育施設、CIT の生き残りから派生したものらしい。施設の残骸はシティの中央にある。もっとも、大学ですよね。徹底的に調べ尽くしたが、
かなり以前から放棄されたままのようだ。痕跡はそこで途絶えているのだよ。他に何かあるかね、ナイトよ。いや、もうない。今は特にない、エルダ。なら結構。解散としよう。大丈夫か？どうした？今言えるのはこれだけだ。承知した。そうだな、すぐにあれってちょっともうちょっと話があると思ったんですけど、にないのか。コントロールシステム全て順調。ランサーキャプテンケルツ。ナイト、ちょっと待て。はい。一つはっきりさせておこう。BOS の一員としてお前は私の指揮下にある。うん。敬意を表してほしいなら勝ち取ってみるんだな。任務を与えるときには成果を期待している。はあ、わかるか。そりゃそうでしょうな。もちろん。よろしい。回収作戦の指揮を取ってほしい。え、何？人造人間の脅威を知ってからというもの、うん、BOS は随分長い間連邦を監視してきた。かなり多くの偵察チームを派遣している。パラディンダンスの部隊が送られたのは最初からだいぶ経ってからだ。うん。最後のチームが派遣されたのは3年前だ。彼らは二度と戻らなかった。うん。公式には行方不明となっているが、死んでいると推定される。そっか。すまない。すまないだと？ということは、BOS についてもっとたくさん学ばないとな。危険は覚悟の上だ。ああ。勇気を持ってそれに立ち向かったんだ。だから彼らの犠牲は称賛に値する。残念などとは思っていない。行方不明の偵察チームを捜索し、彼らの所持品を回収せよ。そしてその成果を報告すること。いいな？あやいさん、わかった。彼らの潜入地点はモールデンに近い丘だった。そのエリアを調査し、捜索パターンを確立せよ。救難信号を傍受していないか無線を監視しろ、うん、全偵察チームには短距離用の追尾ビーコンを発するディストレスパルサーが支給されている。信号を捉えるんだ。そうすれば発信元をたどることができる。以上だ、ナイト。解散。はい、あとビクトリアもです。これはですね、あの今クエスト発生しませんでしたけど、実はもう始まってて、ザ・ラスト・ロスト・パトロール、これですね、これのことを言ってます。で、まあこれなんで発生してたかっていうと、近く通ってね、信号を受けちゃったんでね、あれなんですけど、これをダンスと一緒に探しましょう。これも1回ではちょっと終わらないので、今日まあ1つ2ついければね、あのそのあたりを見て、で、次回あたりにね、全部クリアできる感じでのイメージでいきましょうかね。ちょっと今回もね、お話がどうしても長くなっちゃったんですけど、まあ、かなり、あのまあ言ってるのは、あの遺品を探してほしいっていう話ですね。で、あと、まあ、この BOS っていう組織なんですけど、まあ、今まで聞いた通り、まず間違いなく合わない組織が一ついます。まあ、一つは、ま、インスティチュートではあるんですけど、あの、とは別にですね、あの、レールロードですね。レールロードとは絶対合わないですね。あの、なんでかっていうと、あの、BOS はとにかく人が作り出した間違った技術っていうのが、を、まあ、いわゆる許さないというか、で、それを自分たちの管理下に置くことを目的としてます。で、それを利用する者は決して許さないですから、まあ、当然人造人間の保護を目的としているあのレールロードとは全くもって合いませんね。真反対みたいな立場ですね。で、まあ当然インスティチュートと。で、ミニッツメンはですね、大体どこにでも、あのあんまりこう、とりあえず自分たちの、まあ、生き残ることを目的にっていう感じですよね。まあ自警団なので、そこまで交渉ではないですね。まあなので、このなんていうんですかね、こう、まあ、どう聞こえるかですよね。どれも間違ってはいないんですよ。だから超人道のボランティア団体レールロードで、まあ、そこに命を懸けてるっていうのもすごいんですけど、で、まあ、とにかく徹底的に管理をした方がいいよっていうのと、まあそのいわゆる戦争の原因ですね、まあ、これもですね、実を言うとその BOS の創立におそらく起源があると思うんですけどね。これどうだったかな、どこかでね、確かあれが見れるはずなんですよね、創立者の言葉がね。まあそれを聞くとなるほどなとは思うんですけど、まあ結局きっかけになった戦争のことを必ず言ってますから、まあそこに端を発しますね。まあそんな感じのグループです。まあただし、あのいわゆるテクノロジーのレイダーって言われるような部分ももちろんありますね。とにかく、あの方法は選ばない人たちです。あの
まあ超タカ派の人たちみたいな感じですかね。やべえ連中であるのは間違いないですね。まあ行きましょう、モールデン近くの丘で、消息を絶ったということなので、そう、もう聞こえた部分はあるのでね、ここだね、ここもね、あの一回見てるんですよね実は。まあひとまず一つずつ追っていきましょう。順番としてはこれが正しいと思います。あの覚えてますかね、メッドテックリサーチですね。あの以前ちょっと前ですね、あのあそこ、あのなんだっけ、マクレディと一緒にあの息子のダンカンの特効薬を探しに来た病院ですね。ここはね気をつけないと割と早くに敵が復活するので、フドアドバンスアサルトライフル、これも装備しましょう。敵はいないか、反応ないですね。じゃあ以前からはまだ復活してないみたいですね。結構ねこの、あ見えねえな、あのアサルトライフルも似合うんですよね。よいしょよいしょ、あそうか、ではラジオを、この救難信号に合わせます。これがおそらくあのその言ってたのディストレスパルサーっていう発信機ですね、それにつながっているはずです。待て、この場所を評価しよう。うん、爆発によってありましたね、これがディストレスパルサーですね。ある種の強烈な威力のある爆発だ。これあれじゃねえか、見てみろ、間違えたな、まあ、いや爆破でできたクレーターを、ナイトバーラムさんですね。ナイトバーラムのホロタグ、バトルフィールドのホロテープ、このホロテープをちょっと見てみましょうか。路上で奇襲された、敵の数は5倍ほどだ。バーラム報告しろ、防御 5% まで低下している、武器を壊さないとあいつらに。バーラム、くそ、アストリ自爆装置を、アリス下がれ、古い騎士に向かって、それからバンカーに集まろう。暗号はあのコールサインだ。よし行け、ほら早く。なんという選択、アーマーもなければ物資もない、彼らが生き残る可能性は低かった、うん、しかしそれは正しい判断だった。テクノロジーは守られなくてはならない、いかなる犠牲を払っても。偵察チームはこれほどのことをやったんだ。ここから彼らの足取りをたどってみよう。オッケー。溶けたものが固まっている。これもだ。もし。うん、まあそのパワーマとかを取られる前にっていうので、あのパワーマを取るにの、まあこの。わかりますかね、よく私やりますけど、背中のフュージョンコアをあの破壊するとあの自爆するんでね、あのそれを使っておそらくこの5個の全てを壊したんだと思います。でその犠牲になったのがおそらくこの何ていうんですか、ナイトバーラムですかね、じゃないかなっていう感じですね。で言っていたのが違うわ、路上で奇襲された、敵の数は5倍ほどだ。レイダーかなんかに襲われたんですかね。報告しろ、防御 5% まで低下している、武器を壊さないとあいつらに。バーラム、くそ、アストリ自爆装置を、アリス下がれ、古い騎士に向かって、それからバンカーに集まろう。アストリン、ファリス、よし行け、ほら早く。
古い基地に向かってって言ってましたね。ではここからまあ最寄りの基地っていうのがおそらくここなんですよね。ナショナルガード訓練場のことかな。多分このルートでいいと思うんだけど、まあ新しいロケーションですね。中継タワー、こっちか。これはちょっとさすがにだ。フロートフライか。まあ、一応ピストルとかも撃てるんですよね。すごいですよね、この機械。なんで俺は無視するの。いいよ。この放射能から離れなければ。今すぐに。待って待って。おむつびコロリンだわ。オッケー。これやべえわ、伝説だわ。よく見たら痛い。ちょっと待って、真面目にやりましょう。これだね。反対の足が無事か。いや、こっちが違う。オッケー。ちょっとすいません。わあ、ゴミだ。ちょっとだけごめんなさい。もうついちゃったんですけど、今何分？ 50 分か。ここまでかな。ここはね、まあ前に、なんだっけ、デブに頼まれて、デブってあれですよ、悪い言葉じゃないですよ、バンカーヒル の道具屋さんのデブさんですね。彼女に頼まれて掃除をしに来たフェラルグールがいっぱいいる場所ですね。まあその時にチラッチラッとちょっと見えてたんですけどね。ちょっとすみません、ごめんなさい。効率が悪いな。まあそんなに使わないと思うんですけど。これがね、ちょっと短距離スコープやめよう。ダンスいろいろ喜ぶね。機械好きだな、お前は。男の子だね。ちょっと待って、やべえ。ちょっと1時間ほど寝ます。オッケー。で、あそこに行きましょう。これだっけ、今脱いだの。お、これだね。よし、行きましょう。まだ壊れるまでは結構あると思うので。ではナショナルガード訓練場、どうかな。もう敵が復活してるかな。ここも割と早いイメージあって、ここはしょっちゅう何ですか、レジェンダリー装備の選別というかに使う場所のイメージが強いですね。割とモッドとか使い出すと、まあほとんど使わなくなるんですけどね。タレットも復活するからね。尾行されてる。 OK。うん、音がしてますね。
うん、アサルトはほんとこのなんていうんですかね、あの動かないでしょ、こんな感じで。しかもあの連射速度もかなり速いですしね、まあ、今の結構余裕持って打ってますけど、まあ間違い違う、行くのはこの中なんですけど、地雷とか復活しないんだね。では入りましょう。あー戻ってますね、これ敵いますね。こんにちは、いますね。ここにいますね。あ、いた。なんかみんな起きないね。伝説だったか。 OK。 なんか微妙な武器とか防具ばっかりだね。まあ伝説効果って大体こんな感じで、まあ、パワーマ強いんでね、こんな感じでもかなりゴリゴリいけるんですけど、こんなもんか。あんまりいなかったですね。もっとドドドって出てたイメージあるんですけど、まあ追いますかね。これがあのボルトテックのあのヘッドランプです。うざいでしょう、めちゃめちゃうるさいんですよこれ。これがディストレスパルサーですね。取りましょう。で、あ、いましたね。ホロテープにいたナイトアストリンですね。ナイトアストリンはここで鍛えたみたいですね。持っているのは、ホロテープを持ってますね。ホロタグもあります。うるさいので切ります。んーと、ではインベントリーでミスクで見ましょうか。ナイトアストリンのホロテープ。ナイトタラアストリン BOS 偵察チーム 429α シリアルナンバー3431。ディストレスパルサーを発信してから3時間、パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない、うん、命令はこの陣地を何が何でも守ることだった、うん、陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。ああ、最後まで兵士だった。よくやったナイト。そうですね、キャンプの防御を固め、それなりの前哨基地を建設するべきだった。しかし時間がなかったに違いない。そのためにアストリンはその代償を払うことになった。新たな手がかりを得た。よし、移動しよう。はい、まあでここで要するにそのまあ一回集合して、ここを基地にやろうと思ったら結局フェラルにやられたっていう形ですかね。そのいわゆるこうレイダーとかじゃなさそうな感じしますけどね。あと BOS とか、 BOS じゃないよ、あのインスティチュートとかでもなさそうな感じしますね。1時間あれか、ちょっと長くなりますけど、どうしようかな。いやでもちょっと時間かかるな。ここからですね、今度あのリビア衛星アレイですねをにあの本拠地があるので向かうって言ってましたね。まあ、なので、じゃあリビア衛星アレイに、向かうんですが、距離はねそんな遠くはないんですけどね。そうですね、ちょっと雨だね。そこですね、そこはリビア衛星アレイだったと思います。なのですぐなんですけど、ちょっと今日はここまでにしましょう。すいませんね、結局なんかあの BOS のお話をずっと聞いてる時間が長いんですけど、ちょっと、まあ、次回はここからやり直しますか。一旦ちょっとあのお天気も悪いし、あのちょっと面白いでしょ。でもこの雨生々しいですよね。ちょっとまあこのクエストと
まあ次回もちょっと時間余ると思うので、プラスアルファで少しダンスと一緒に遊びますかね。ダンスでもすごい喜びますね。ダンスもちょっとあの何ていうんですかね、あのリミッターというか、あの最大あの好感度までの、 あの制限がちゃんとかけられてて、イベントこなさないと確実に最大にはならないですね。よいしょ。ふう、ちょっと息苦しいものはありますけど、でも楽しいですね。やっぱパワーマンも、パワーマンは無茶ができて面白いんですよね。少しまあ次回に備えて一応今回破れたとこ修理だけしときますかね。ところで私のあのここに置いていたこれ X01 なんですけどね、ジェットパックとかつけてるの、これめちゃくちゃ楽しいですよ、きっと。あのこちらの方も使いたいんだけど、パワーマーステーションがなくなったんだが、どういうことだ、まあ、バグなんだろうな。まあいいや、まあ今回ここまでしましょうか。で次回はね、あのダンスと一緒にさらにあの偵察チームを追っていきましょう。以前通った場所なので比較的ね、あのスムーズに進められてますけど、まああのもうね、あのあそこでやること自体はもう敵倒すぐらいしかなかったので、今多分全滅はさせてないんですけど、そのまま行っちゃいましたけどね。はい、では次回は、リビア衛星アレイで、まあその事の顛末ですね。まあナイトアストリンをまあ残して向かった先にでどうなったのかっていうのと、あといるのが、パラディン・ブランディスは名前がずっと出てますけど、もう一人いるのかな、だった気がするな。まあなかなかもう、でもしょっぱちからあんな感じであの大損害受けて、パワーマンも全部あの置いてあったパワーマンは多分中に人がいたんじゃなくて、奪われちゃいけないからっていうので破っちゃったんですかね。であの亡くなってた方があの残り 5% だった人が処分された感じですかね。まあなかなか、まあでも本当にあの未開の地での偵察隊ってあんな感じで覚悟を決めていくんでしょうね。 EOS もね、まあなかなか大変ですが、まあでもそのまあ遠回しに言ってますけど、 いわゆる遺品の回収してこいっていう話なんで、まあそういうのもわざわざそれにリスクをかけるっていうのも、まあそういう意味ではどう言ったらいいのかな、すごい効率的な BOS っていう組織において、やっぱりそういうなんていうんですかね、違う意味での、 あの大事さというか尊厳を守るっていうことはやっぱり意識があるんでしょうね。まあ、BOS もだからこうぶっ飛んでんなこいつらって思うところと、割とこう人だなって思うところといろいろあって、まあもちろん人がやってますからね、そうなんですけど、まあいろんな派閥にそれぞれのポリシーがあって面白いのは面白いですね。はい、まあではでは、また次回ゆっくりやっていきましょう。それでは、今日のところはこれで終わりたいと思います。はい、回りだしましたね。しかしこの T60 はかっこよいね、ほんと好きX01 ね強いんですけどね、ちょっとね丸々しててね、どうなんだろうな、この肩口とかがねちょっと可愛い感じなんですよね。顔はね好きなんですけどね、でも顔も T60 の方が好きかな。いいよねパワーマーって感じですけど、はい、まあまあこれもねフォールアウトの魅力ですしね、パワーマーはね、楽しんでいきたいと思います。それでは今日はここまでしましょう。皆さんどうもお疲れ様でした、ありがとうございます。また次回よかったらお会いしましょう。それではさようなら、バイバーイ。